どううももお疲れ様ですすいいつもメッセージありがとうございます、えー、今日はね FX のことについてちょっとお話したいのはあの1週間を振り返ってねテクニカルをどのぐらい見つけることができたかなっていうふうに自己解説をしていただきたいなと思うところなんですよで私も1週間が終わった後に必ず1週間のまとめをする時にここにテクニカルがあったでしょここにもあったでしょここにもあったでしょってことをお話ししますしそれからね その私がここにテクニカルがありますよっていうのは事前に半歩前とか一歩前に朝の解説でお話ししておそらくこうなるんじゃないですかっていうふうな形がそのまんまなぞらえて1週間が終わった時にほらねっていうふうな形でお見せできるのとあとはテクニカル的にはこのような動きをすると思うんですけどもって言った時にそのテクニカルが崩れた時にねどこにその予兆があったか根拠があったのか変化が見られてきたのかってことをまとめて解説してるんですよ。 でですので1週間の振り返りをしてテクニカルを見出していくこととで今度はねこれから始まる1週間のことをいろいろと仮説を立ててみるってことこの繰り返しっていうのがひいてはあの1日で見る、えー、例えばねその日の振り返りとかねその日の朝の予測とかっていうのに、えー、すごく生きてくると思いますので場合週間まとめとかね、えー、すごく私はあの重要視しているのはあのそれが1日の取引にも生きるってことなんですよね。 はい、まああの1週間のまとめご覧いた,だいたと思いますけどもテクニカルがちゃんと出てるでしょトライアングルもそうだし三点でんもそうだしってことですけどもあと窓埋めも結局あったわけですけども窓埋めもトライアングルがあって徐々に上がっていったところでそうなったってことがあよくねなずれると思うんですよだからこれをあの後付けでやることはできます最初は後付けでいいんですよでも 私の相場解説はここにテクニカルが出てきてるんでこのままだとこうなる可能性が強いよねってことで少しずつこうあの詰めていってると思うんですよその辺をね私の解説抜きにできるようになっていただきたいかなと思いますんでこれからも私も伝えやすく分かりやすいなねテクニカル解説に努めようと思いますそれではお疲れ様です